ナマンダブツ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 、無始よりこの方この世まで聖徳王の憐れみに他他のごとくに添いたまい、アマのごとくにおわします。ナマンダブツナマンダブツ。今日は肖像松和さん第85首についてお話をさせていただきます。この肖像松和さん85っていうよりかは、皇太子聖徳宝さんの第3首目って言った方がいいのかなとも思います。聖徳太子の男を誕せられた御和さん11章の中の第3番目の御和さんでして、で基本的なこの前後関係とか位置関係みたいなことについてはすでにお話をしていると思いますので、今日はそれについてはごく簡単に高木和尚がこうおっしゃってますよということについて述べるにとどめますね。本尺の祁答を誕せられる中にに、無始愛民と、本尺、本時衰弱っていうとね、歴史の教科書にも出てきますが、本時というのは、その方の本当のお姿、もともとの、お姿、これが本時、ここでは観世音菩薩ですよと。昨日のところをまた聞いてくださいね。観世音菩薩が本時ですよ。そしたらその本時から、こう衰弱されたらどうなったのって言ったら、これは観音菩薩がこの世にお出ましくださって、そして、聖徳太子のお姿を撮ってくださいましたよということでしたね。でその聖徳太子、が衰弱やから本時の観音、その、人間の姿を撮ってくださった聖徳太子の祁答を誕ずられる中、ね、観音菩薩が聖徳太子となって私たちを教化し導いてくださることを算段される、そういうご和さんの中で、今日のところは、2番目に、ね、一番最初が総括、第一首目が総括で、一番目に昨日のご和さんがあって84聞いてくださったらいいと思いますが、そして今日のご和さん第2番目に、無始愛民っていうことだよと。無始というのは始まりのないような、始まりをたがたどれないような、ずっと以前から、どこから過去なのかがわからないぐらいの、始まりというものがたどれないような昔から愛民、愛民というのは慈悲と同義語です。慈悲を垂れてくださいましたよということで、慈悲の心がこう届いてますよ、慈悲の心を私たちに届け続け活動し続けてくださってますよというので、慈悲無始愛民ということです。ずっとずっと以前から、以前というともいつからかわからんような、ずっとずっと昔からずっと慈悲をかけてくださっていますよというので、慈悲愛民と、無始愛民ということです。で今日のご和さんの大意は、無始の古より今日まで愛民したもうことを算ず、ね、始まりがないような古より今日まで、今日までですね、今に実行を経たまいり言ってね、ご和さんのね、皆さんお勤めされる一番最初浄土和さんの3首目からやけど、あそこに今に実行を経たまえりって言ってたら、もうずっとずっとこの今に至るまでずっとずっと活動し続けてくださって、今ここで、ね、今ここにも働いてくださってるっていうね、そこがですね、それが、今日までということで、ずっとずっと、こう自分、まあ、無始よりこの方迷い続けてきた私に、無始よりこの方ずっと今の今日この瞬間に至るまで、慈悲の心をかけ続けてくださってるっていうことを算段されたご和さんですよということです、ね、迷い続けるものをずっと抱き続けて、で迷いから覚ますように活動し続けてくださってるっていうことが今日のご和さんの大意ですよということです。で、そういったことを確認した上で、現代語訳読ませていただきましょう。無始よりこの方この世まで聖徳王の憐れみに他他のごとくに添いたまい、天のごとくにおわしますと。
計り知れない昔から今の世に至るまで、聖徳太子はすべてのものを慈しむ心から、まるで父や母が我が子を思うようにいつも付き添っていてくださると。一行一行ばらけて読んでいきますと、無始よりこの方この世まで、計り知れない昔から今の世に至るまで、聖徳王の憐れみに、聖徳太子はすべてのものを慈しむ心から、ここからあとは続けて読みますね。たたのごとくに添いたまい、天のごとくにおわします。まるで父や母が我が子を思うようにいつも付き添っていてくださると。でもう一回続けて読みますと、計り知れない昔から今の世に至るまで、聖徳太子はすべてのものを慈しむ心から、まるで父や母が我が子を思うようにいつも付き添っていてくださると。ね。で、この「たたのごとくにそういったまい、天のごとくにおわします」というところは、昨日の84のとこやったら、「たたのごとくに捨てずして、天のごとくにそういったも」を言うて出てきますんで、で、昨日のとこで申しましたように、「たた」これはお父さんということです。で、お父さんのように捨てず、なるほど、お父さんイコール不赦か、捨てないんか。で、天、お母さんで、お母さんイコールそういったも、寄り添ってくれるんか。でね、たたイコール捨てない、つまりお父さんイコール捨てない、あま、つまりお母さんイコール添うって、そういうことじゃなくって、お父さんは、捨てないし、寄り添わはるし、でお母さんもまた捨てないし、そして、寄り添うということですよって昨日も言ったと思いますが、それなんでかいうことだか、やっぱ一つここに出てきますね。あまの、たたのごとくにそういたまいというのはこれ85やから、昨日のとこやったら天のごとくにそういたまいいうことになってるんで、これね、明らかにこういうふうに見ていきますと、お父さんもお母さんも捨てないし、そういたまうし、そんなふうにいてくださるということやから、天のごとくにおわしますような、お父さんお母さんのごとくにいてくださるっていうことですよね。そういうふうにして、こう解釈するんで、だからまるで父や母が我が子を思うようにいつも付き添っていてくださるということになります。で、続きまして、高木和上のご本に帰りましてですね、難しい言葉の意味の説明というところですけど、今日は何もありませんね。タタとかアマとかいうのは、これお父さんお母さんいうことですよということを軽く言うてくれてるはずだけですから、これ84と一緒ですよということで、あとは何もご説明がございません。で、そして、次に続きまして、高木和上の通釈、今日の五和さんの五三段のとこ読ませていただきますと、すでに聖徳太子のご本旨は久世観音菩薩である。されば我らを哀悯したもうことは、今日に始まったことではなく、実に初めも分からぬ久遠の古より、今日この世に至るまでも、父のごとくに添い、母のごとくおわし、お守りくだされることであると、こういう、こう解釈をしてくださっています。で、そんなわけですから、ちょっとここから私自身の考え方というかを述べていきましょうね。まず、無始よりこの方ということはですね、これ始まりというものがたどれないような、ずっと昔からということです。でもそれおかしいじゃないって思いませんか？ ね、こう観音さんや阿弥陀さんの脇侍ですよね。観音さんと静止さんと3人で相談しながらで、昨日 読みましたけどね、どう言っても阿弥陀さんが、こう仏さんで、その横についてらっしゃるのが観音さんと静止さんですね。で、これで阿弥陀三尊像というものが形成されていくわけですから、ほな阿弥陀さんっていつから仏さんになるはったん言うて言ったら、今に実行を経た前やからね、ちゃんと過去たどれるやないの。それはいくら天文的です、過去であったとしても、まあとりあえず実行いう昔やんか。で、
で、阿弥陀仏ってのは法人仏やいうことやから、法人仏というのは本願に報いて、本願に、そうですね、だから報酬の報の字で、報新聞の報やけどさ、報道デスクの報やけどさ、あれ報いると読めて読みますから、本願の通りに、の仏さんになってくださったいうことを本願に報いてっていうふうに表現するんですけど、本願立ててくださったのもこれ始まりがあるし、で本願の通りの仏さんになってくれはったのも始まりがあって、今に実行を経たまえりいうことやったらさ、無視じゃないじゃない、始まりがないというようなことではありませんやんかっていうことになります。だけどそれた、そこだけ見たら確かにそうなんやけど、しかし実はこの始まりがある方の仏さんっていうのは、実は始まりのある阿弥陀さんっていうのは、実はそういう始まりがある仏さんじゃなくって、その縁起をたどっていったら始まりがない、ところから、仏さんであったような、ずっとずっと久遠の昔いつっていうことがたどれないような昔から仏さんであって、でその仏さんが私たちを救う姿を、示すために、法蔵比丘というふうにして、こう名乗ってくださって、この世に現れてくださって、人間の姿をとってくださって、本願を立ててくださって、でその本願の通りに修行の仏さんになろう思って修行する姿を見せてくださって、仏さんになってくださったのが阿弥陀さんやから、その縁起をたどっていったら久遠実情と言われるような阿弥陀さんですよねということです。で、そしてその、そういう久遠実情の無始より、この方ずっと働き続けてくださってるような仏さんやからこそ、弥陀成仏のこの方は、今に実行と来たれと、沈殿久遠号よりも久しき仏と見えたもうっていうふうにね、おっしゃってて、だから実行って言われるけど、そうやけど実行よりもずっとずっとはるか以前から、悟りを開いて、そしてずっとずっと活動し続けてくださる。いや、悟りそのものとして、悟りを開く開かんということよりかは、悟りそのものとしてずっとずっと、活動してくださってる、そういう仏さん、それが本当の阿弥陀さんの本体なんですよということを、久遠実情の阿弥陀仏と言ってみたり、沈殿久遠号より、今に実行と説いてるように見えるけども、実は沈殿久遠号よりも久しき仏と見えたのを言っておっしゃっていますんで、この辺の話はですね、ずっとずっと私の動画遡っていただきますと、発心の降臨ということをテーマにして10回ぐらい喋ってるかな。重要なテーマやから、和さんのお話をする前に、こういうこう法性発心とか法面発心とか、こうお悟りの姿ってのはどういうものであるのかということ、まあ下手な話ではありますけどね、私の話は大したことは喋ってないんやけど、この久遠実情の仏さんっていうことと、それから、こう実行の以前に仏さんとして、始まりのある仏さんとして、悟りを開いてくださった阿弥陀さんとの関わり、久遠実情という過去を定められない無始無終、始まりがなくて終わりがない仏さんと、今に実行を経たまえりというように始まりがあって終わりがない仏さんとの関係については、発心の降臨いうところで10回ぐらい連続して喋ってるところがあるんで、まあ、そこ見てほしいと思うんですけれども、この無始よりこの方この世まで聖徳王の憐れみにということはですね、これずっとずっと、以前から阿弥陀さんが法蔵菩薩と名乗って修行してくださるというような、そういう法蔵菩薩の神話が語られる以前からずっとずっと活動してくださってるのが、この聖徳王と言われるような活動の姿ですよということです。で、聖徳王の本旨では観音さんやから、観音さんやったら、阿弥陀さんの慈悲の、具現化、あるいは慈悲の象徴としての仏さんですから、ずっとずっと慈悲が働いてますよということです。 ね、阿弥陀さん、法蔵菩薩がお出ましになる以前から、ずっとずっと私の迷いに、迷って苦しんでいる私に寄り添って、ずっとずっと一緒に
いてくださって、迷いから覚めるように働いてくださってる、そういう働きが、こう苦恩の過去から、あるんだ、無視以来としか言いようがないような過去からずっとずっと私に寄り添って働き続けてくださってるんだっていうことです。で、だからこれ無視よりこの方この世までということはそういうことですね。で、聖徳王の憐れみにっていうのは、これ聖徳王、聖徳太子というふうに表現されるような、そういう具体的な活動、そう、ちょうど聖徳太子がこの日本にお出ましになって、仏教を取り入れて、で仏教を学んで、まあ、こう産業偽書が本当の聖徳太子の書物かどうかともかくとして、そんなふうな書物を書いてくださるというような伝承を、それを親鸞聖人は信じておいでになったわけですから、そしたら聖徳太子と言われるような形でさまざまな姿をとって、さまざまな活動を通して憐れんでくださったっていうことですね。で、この憐れむということについて、こうくしくもじゃないですかね、これもう何回も言ってますけど、憐れむというのは要は狂気するっていうことですよと。で、狂気するっていうことは自と非という言い方をね、お慈悲という言い方をするけども、そのお慈悲の中では、こう非でなくて自の方ですよっていうふうに何回も申しておりまして、で、この自と非の何て言うかな、こう違い目っていうのはなかなか難しいものがあるんやけれども、これはですね、やっぱりまあ非の方はやっぱりこう自が出てくる本源ですよね。悲しみいうことやけど、人が苦しんで辛い思いをしとったら、それはやっぱね、やっぱなんかやっぱりつろうなってきますね。つろうなってきませんか、人が苦しんであったら。今やったらウクライナの問題がやっぱり一番大きいけどね。で、あの画像を見とってね、やっぱしんどうなってきますし、悲しいなってきますし、で、ね、だからやっぱりみんな何とかしてしようとか言って思っていますんで、私の住んでる愛称町の隣やったら彦根市とかあるけど、彦根市もウクライナの人来はってね、キッチンカーで商売してはりますけれども、いろんな大学とかいろんなところに、ね、ウクライナの人どんどん来ておいでになりますが、やっぱり皆さんそれに対して温かい目で見てはりますよね。で、それ以前やったら例えば熊本九州の震災であったり、東北の震災であったり、東北の震災の時にはなんかあの賠金呼ばわりとかなこと、ね、補助金もろで結構でんなみたいなこと言われたりもするけれども、まあまあそういう人もいはるけども、やっぱ基本みんなあの そこに悲しみを感じますんで、その悲しみから何とかしてあげたいという思いが出てくるんで、これが非と自の関係って、これ分かりやすいと思いますけど、その痛みから、痛みの共感というのがあって、その痛みの共感から具体的な活動として現れる、これが非と自の関係、非から自が出てくるっていうことですね。その非から自が出てくる、つまり聖徳太子のご経道、そして活動ということを、聖徳太子の仏教を交流させしてくださった、その、狂気と導きということを、ここで憐れみというふうに親鸞聖人は表現してくださっています。で、その憐れみということをこの本やったら慈しみっていうふうに、こう書いてくださってて、翻訳してくださってまして、慈しみはこれもちろん慈悲の慈ですわ。ね、どうしても憐れも言うて言ったら、今の日本語の語感で言うたら、気のまあどちらか悲しむに近い語感ですからね、そうではなくて、慈しむいうことはちょうど、これ草がむりがついていることで分かりますように、やっぱ草木を育てるような心いうことですから ね、草木を育てるから草がむりがついているわけです。そういう心ぶりやから、心という字が下についているわけです。草木を育てるような心ぶり、つまり教えるということで、教化するということで、教え導くということ、これが聖徳王の憐れみという、憐れみということです。で、その憐れみの心からずっとずっとお父さんのようにお母さんのように、こう私にを取り巻いて、私といつも一緒にいてくださって、どうかこの悲しい迷いの世界から離れてくれよっていうふうに、
こう、活動し続けてくださっていると、そのことの、まあ言うたら一例として聖徳太子がおいでになるっていうことですよね。だから無私よりこの方というのは聖徳太子のような姿をとっていろんな形で活動し続けてくださってる観音さんなんや、で観音さんって阿弥陀さんなんやっていうことですよね。でそういうことをご算段されているのが今日のご和算かなということです。私はそういうふうに味わわしていただいております。で、この憐れみいうことと、そして、この聖徳法さんの土生発の、ご和算にあります恵みという言葉の関係、この聖徳法さんの第一種目は仏地不思議の誓願を聖徳王の恵みにて聖成就に記入して、不諸の弥勒のごとくなりという、この恵みということと憐れむというような、憐れむの関係については、これ83のところを聞いてもらったらありがたいなと思います。ね、恵むというのは慈悲全体であって、そして慈悲全体の中で特に教導を教えるということを具体的に表現するのは、これ憐れむということです。だからイコール、恵むイコール憐れむプラス悲しむっていうふうに、そんなふうに図式化できるかもしれません、ね、そういったことについては最近やったら83のとこを聞いていただいたらありがたいです。で続きましてですね、今日のご和算出庫らしもないと思い、こう病窟下ということになろうと思いますし、からですね、今日のご和算についてはもちろん文明本だけですから、国宝本とか鑑賞者本との行為もありませんし、誤作文もございません。そういうテキスト的なことを申し上げました後に、続きまして浅井和尚のご本を読ませていただきます。無私よりこの方この世まで聖徳王の憐れみに多々のごとくに添いたまい、天のごとくにおわします。いつ始まったかわからないほどの昔から今の世まで聖徳太子は、お慈しみの心で父のように付き添ってくださり、母のようにそばにいらっしゃるのです。口読のとこです。聖徳太子が久世観音菩薩の化身であるという言い伝えは、太子の伝記の中にいろいろな物語として述べられています。聖徳太子もまた尊王心蔵名門の中でその言い伝えを取り上げておられます。聖徳太子は百済国の方であったが、仏法を広く伝えられるため日本に生まれ変わられ、それを聞かれた百済国の清明王が太子を慕われて、金銅の金と銅、ゴールドとコパーね、金銅の久世観音菩薩像をお作りになり日本に送ったという言い伝えです。聖徳太子は百済国の方であったが、仏法を広く伝えるため日本に生まれ変わられ、それを聞かれた百済国の清明王が太子を慕われて、金銅の久世観音菩薩像をお作りになり、まあ金銅かな、金銅の久世観音菩薩像をお作りになり日本に送ったという言い伝えです。その時朝大使が日本に勅使として来られ、日本に仏法を伝えるために誕生された方が聖徳太子ですと語りました。この時持参された久世観音菩薩像は天王寺の金堂に、これは金堂じゃなくて金の本堂という金のお堂、金の建物ということで、久世観音菩薩像は天王寺の金堂に安置されています。また新羅国の日羅という商人が日本へ来られ、聖徳太子を礼拝されて、久
久世観音菩薩である太子は日本に仏法の灯火を伝えられましたと称えられました。これらは上宮大師御御記や太子伝略という伝記に述べられているのですが、親鸞聖人はこの言い伝えを分かりやすく解釈されています。これは注釈版660ページに見てください。しかも、ここに仏法の灯火というのは帰するところ本願の凶暴を明らかにしてくださったという受け止めがあります。仏法の灯火というのは帰するところ本願の凶暴を明らかにしてくださったという親鸞聖人の受け止めがあります。久世観音菩薩が聖徳太子としてこの世に誕生されたのは弥陀の本願を説かんがためであったと見ておられます。その受け止めがあるからこそ無始よりこの方この世まで聖徳王の憐れみに、つまり初めなき無始の過去よりこの世まで聖徳太子は我々と共に慈しみ悲しんでいてくださいますと称えられます、ね。久世観音菩薩が聖徳太子としてこの世に誕生されたのは弥陀の本願を説かんがためであったと親鸞聖人は見ておられ、その受け止めがあるからこそ無始よりこの方この世まで聖徳王の憐れみにと称えられています。私たちの悲しみや苦しみは大きな課題にぶつかると言葉では表すことのできないほど深いものがあります。これもまた無限の過去より苦しみ続け迷い続けてきた私です。その私に無限の過去より父のごとく母のごとく寄り添っていたのが久世観音菩薩であり聖徳太子です。無始よりこの方という言葉の中に聖徳太子への深い思いと御教えに救われていく喜びを受け止めることができます。さらにこの和讃でも聖徳太子が寄り添ってくださることは両親が寄り添ってくださることと表されています。御教えを聞かせていただけば自分の深いとらわれの心に気づかせていただくのですから、私の父、私の母、私の弟子などという執着を超えていく世界を教えていただきます。すべての生きとし生けるものは父、母、兄弟、父も兄弟ですという心に気づかせていただきます。念仏申す生活の中にそのことを教えていただきます。しかし父母への恩内を無視せよということではありません。一切は父母兄弟、父母兄弟と教えていただきつつ最も身近な両親の恵みを拝んでいくことになります。この和讃に聖人のご両親への思いを見ることができましょうということですね。そしてまあ、こういった上宮大師御記、御記か、それから太子伝略というこういったところから考えられてですね、無始よりこの方ということを解釈されているいますんで、まあ、それはそうですねということですね。で、尊王真三名門の、まあ、あの注釈版の660ページを見てねっていうようなことでしたので、これをですねどこから読んだらいいかな、せやね、尊王真三名門本注釈版660ページですね。御縁記にいわく百歳国清明王太子朝来して毛作、京来久世大寺観音菩薩妙教留図逃亡日本国四十九歳伝道演説門と言って、こう出てきまして、で、これが659ですわ。で今日こう浅井和尚がお示しくださったご解説くださったところ、この
孫王新蔵名門659から660ページのところなんで、これ今から読むということになったら、ちょっと長くなってしまいますから、これ私がこれから読むということはいたしませんけれども、拝読することはいたしませんけれども、この孫王新蔵名門の本のところの一番最後のところですね、聖徳太子のところについてはまだ後で紹介するかもしれませんけれども、後に紹介するかもしれませんが、できましたら皆さんも、この皆さんのお持ちのテキストの中で孫王新蔵名門本のところの最後のところを、読んでいただいたらありがたいと思いますし、私も読ませていただきます。はい、今日はこれで終わります。